さっきナタデココを大量に食べまくったんですけど、ナタデココって意外とあれ歯に挟まるんですよね。で、挟まったんで、それを取ろうと思って糸ようじ使ったら、糸ようじがね、取れないやつなんですよ。ああ、本当に取れない。なんか本気であれば多分引きちぎれるとは思うんですけど、でも糸が引きちぎれちゃったらまた糸が奥に挟まったままですからね。あれ、動くは動くんですけどね。なんで取れないの？ああ。だからなんかこう、歯の、ここの奥歯、かぶせ物がしてあるんですよ。で、そのかぶせ物の、これが歯で、そこにかぶせ物がしてあって、ちょっとここのところがね、こう出っ張ってるんですよね。で、この出っ張りの、この私の目があるこの部分に糸ようじが入っちゃって、で、こうなって抜けないんだと思うんで、上に足上げて左右にずらす。あ、ダメだ。ああ。すいませんね、こんなもん見せて。謝んなら投稿すんなって話ですけど。口を開けるのが辛くなってきた。あ、取れた。取れたけど、ナタデココは取れないな。こっちの、尖ってる方でやってみるか。ダメだ。ええー。あ、シビロチャンネルの収益。過去1ヶ月間、その前の1ヶ月間と比べて2倍になってるわ。収益倍増ってすごいですね。それは動画出してんだから当たり前なんだけど。全然取れん。嫌なんですけど、なんか奥歯に物が挟まったまんま、なんかもうストレスがどんどん溜まるから出そうで出ないくしゃみを常時我慢させられてるみたい。もう一回挑戦するしかないな。なんか血がついてしまった。ええー。ちょっと血は皆さんにご覧に入れるもようなもんじゃない。やっぱこう、歯茎から出血っていうのは私は、最近ではしなかったんですけど、刺激与えすぎたのかな？ダメだ、もう、回復の見込みがない。なんかこう、糸ようじの先端がこう、ぐにゃぐにゃになってしまっているな。ちょっとこれ、拭き取って、もう一回やってみよう。ダメだ。全然ダメだ。もう。どうしようもないのかな。いや、そんなんじゃ困るんですよね。ナタデココってね、こう割と繊維状になりやすい割に、一つがこうバラバラにちぎれないんで。一度挟まってしまうとなかなか。嫌なんですけど、取れない。すいませんね、こんな血を見せちゃって。あんま良くないかなと思う。じゃあ、とりあえずこんぐらいにしときます。すいません、ほんと。早く撮ってくれよって感じなんですけどね。どうもありがとうございました。自分の顔、こんな顔見てて、この間22になったばっかりとは思えないな。もうなんか、30歳ぐらいに見える。どうもありがとうございました。